中国が開発した世界最小のイージス艦が大きな話題を集めています。今回は中国製のイージス艦の性能や用途、ネットの反応について深掘りしていきます。動画が良ければいいねで応援お願いいたします。それでは早速見ていきましょう。イージス艦とは、まずイージス艦について軽く解説していきます。イージス艦のイージスという言葉はギリシャ神話に由来し、最高神ゼウスや戦いの女神アテナが使用したとされる、すべての悪を退ける力を持つ神聖な盾、アイギスを指します。この伝説の盾から名を取ったイージス艦は、その名が示す通り圧倒的な防御力と攻撃力を兼ね備えた艦船として設計されています。イージス艦は具体的には高度に統合されたレーダーとミサイルシステムを搭載した艦艇で、主に防空巡洋艦や駆逐艦に分類されます。この艦の核となる技術はイージス戦闘システムです。システムの中核となるのはアンスパイ1フェーズドアレイレーダー。これは高速で360度の監視を行い、敵機やミサイルなど200を超える目標を同時に追跡できる能力を持っています。このレーダーは一点に固定されずに迅速に方向を変えることが可能であり、それによって敵からの突然の攻撃にも迅速に対応することが可能です。またイージスシステムには高度な情報処理能力も備わっており、追跡している目標に対して最適な対応策を瞬時に計算し実行できます。これには複数のミサイルを同時に発射し、異なる目標に対して個別に迎撃を行う能力も含まれています。さらにこれらのシステムはすべて船内のコンピューターネットワークによって連携されており、一つ一つの情報がシームレスに統合されることで艦全体の防御力を最大限に発揮します。イージス艦は本来防空目的で開発されましたが、現在では対艦、対潜、さらにはミサイル防衛など幅広い任務に対応可能です。これによりイージス艦は単独での作戦行動はもちろんのこと、艦隊の機関として他の艦船を統率する役割を担うこともあります。このようにイージス艦はその高度な技術と多角的な運用能力によって、現代の海軍戦略において中核的な存在となっています。中国が世界最小のイージス艦を開発。それでは中国が開発した世界最小のイージス艦について深掘りしていきましょう。イージス艦と聞くとほとんどの人が巨大な軍艦を思い浮かべるでしょう。実際日本のアタゴ型イージス艦は全長165メートル、排水量は7700トンにも及びます。しかし今回中国が開発したのはその常識を覆す全長たった15メートル。本来のイージス艦のなんと10分の1ほどのミニサイズです。排水量もわずか20トンで、無人武装小型船 JARI-USV と呼ばれています。JARI-USV は中国造船工業総工士 CSIS 傘下の高素自動化研究所 JARI と中国船舶科学研究センターの702研究所が共同で開発した無人水上車両です。このプロジェクトは中国人民解放軍、海軍及び輸出市場を対象とした潜在的な運用を目的としています。小型ながらもフェーズドアレイレーダーや垂直発射システムといった従来のイージス艦にも搭載されている高度な軍事技術を装備していると発表されています。フェーズドアレイレーダーは敵機を迅速に追跡し、広範囲にわたる監視と迎撃を可能にするための新技術であり、この小型船においても機能を搭載しているそうです。中国国家造船公使によれば、従来の大型艦では多くのスペースを必要とする装備が最新の技術を用いることで、より小さな体積に収められるようになったと発表しています。さらに無人で運用が可能という点も大きなポイントです。2019年2月にアブダビで開催された国際防衛展示会イデックスで初めて披露されました。その後 JARI-USV はそのフォルムと性能でネット上で多くの関心を集めました。
この船の開発は無人で運用可能な軍艦として遠隔操作や完全自動化された戦闘活動を可能にすることを目指しています。さらにこの艦船のテスト運用は中国だけでなく国際的な水域での検証も計画されており、中国の海洋戦略の新たな展開を暗示しています。小型ながらも様々な機能を持つこの艦船が将来的にはより多くの数が配備される計画のようです。これは質よりも量で戦うという印象が強いです。またネット上では中国が開発した世界最小のイージス艦だと話題になっており、その性能と戦略的意義について多くの議論が交わされました。続いて気になる性能について見ていきます。世界最小イージス艦の性能。この世界最小のイージス艦、その名も JARI-USV は艦船の全長15メートル、幅 4.8 メートルという非常にコンパクトな設計でありながら、重量は約55トンと、その小さな体に不釣り合いなほどの重量感があります。中国国家造船公使によると、小型ながらも高い安全性と耐久性を実現しており、喫水部分は 1.8 メートルと浅く、様々な海域での運用が可能と発表されています。JARI-USV は航続距離が500海里に達し、最高速度は42ノット。時速にすると約 80km/h です。これにより推進力はポンプジェット1機で、緊急時における対応速度を上げる狙いがあるようです。日本の水上艦の多くが最高速度30ノット、時速約 50km/h と言われているので、これよりも速いスピードになります。ただし、これは実際の映像などが公開されていないので懐疑的です。武装面では、JARI-USV は多岐にわたる高度な兵装を搭載しています。主砲として30ミリの遠隔制御兵器ステーションが装備されており、これにより遠距離からの精密攻撃が可能です。また、オプションで搭載される2つのロケットポットは、誘導ロケットと無誘導ロケットを選択でき、さまざまな目標に対応する柔軟性を持っています。さらに、艦首と艦尾に配置された垂直発射システムは、地対空ミサイルや対艦ミサイルの発射が可能で、高度な防空・攻撃能力が備わっています。最先端の技術が組み込まれた自立制御システムも、この艦の大きな特徴の一つです。AI による完全自立運用が可能であり、人工知能は周囲の環境を認識し、適切な戦術的決定を自動で行うことができます。これにより、人間の操作者が直接介入しなくても、効果的な戦術行動を展開することが可能です。さらに、専門家の中には、新型無人艦に対して懐疑的な意見も存在しています。特に、設計が未熟であり、必要な航続距離が不足しているという批判が強いです。これにより長距離作戦での活用が制限される恐れがあるとされています。それでも中国はこの無人艦を海上戦力の中核と位置づけ、国際舞台でのリーダーシップを確立しようと躍起になっています。それでは気になるネットの反応も見ていきましょう。ネットの反応。中国が開発した世界最小のイージス艦について、ネット上では様々な反応が見られます。これで海を渡れるのでしょうか。配備して軍事力を強めるという技術アピールの側面の方が強そうですね。他国の艦船に一撃でやられてしまうのではないでしょうか。これはまたいつものやつですね。この小型イージスが大軍になったら強そうだけど、実現は難しそう。大海の荒波で転覆しそうな予感がします。これならドローンの方が合理的なのではないでしょうか。これらのコメントは、新開発された中国のイージス艦に関して技術的な面で非常に懐疑的な意見が目立ちます。多くの人たちがこの新型艦の戦闘能力や実際の運用に対して疑問を抱いており、特に外洋での運用能力やシステムの実用性に関して強い疑問を示しています。これらの意見は、中国の防衛技術とその実用的な応用に関して根本的な疑問を投げかけるものです。中国が表面的には高度な軍事技術を持っているかのように見せかけている可能性もあります。
実際に中国の軍事技術が本物なのか、実戦でどれほどの効果を発揮するか、世界が注目をしています。皆さんはこの新型イージス艦についてどのように思いますか？コメント欄で皆さんのご意見ご感想をお待ちしております。さらにこの動画が良ければいいねとチャンネル登録していただけると大変励みになります。 X と LINE でも発信をしていますので、気になる方は概要欄をチェックしてみてくださいね。それでは今回の動画は以上です。また次の動画でお会いしましょう。